あ、こんにちは、こんばんは、ウェブ朝倉学校第13回です。本日2020年3月18日、場合の数と確率をやってみたいと思います。それでは、はい、中学2年生でやる内容です。場合の数ですね。基礎編です。まず前半の基礎編をやります。はい、早速問題を見てみましょう。2020年で、実は非常にサイコロという身近な問題なんで、非常に実感があると思います。2020年2月12日実施の千葉県公立高校入試前期数学第2問、大小2つのサイコロを同時に1回投げ、大きいサイコロの出た目の数を A、 小さいサイコロの出た目の数を B とすると。で、この時2分の、ルート AB の値が有理数となる確率を求めなさい。ただしサイコロを投げる時、1から6までの目の、どの目の数が出るのも同様に確からしいとするということです。で、実際ちょっとサイコロがありますので、まあ、実際に、まあ、試しに振ってみましょうか。はい、大きい目の数と小さい目の数を同時に振ったら、これちょっと見えないかな、 6と5ですね。6と5で、そうするとかけると30、ルート30、2分のルート30というのは実はこれは有理数にならないんですね。というふうにして有理数になることを確かめていくということです。それではそもそも有理数というのは何かということを、2分のルート AB が有理数となる条件をこの問題では聞いているわけですけど、有理数というのは分数で示すことができる数ですということです。で、ルートが残るとルートは無理数なんで、ルートがきちんと消えて、くれればいいんですね。で、ルートの中が2乗の数になれば、2回かけてその数になるものをルートなんだから、ルートは残らない。例えばルート2の2乗だったら、ルート2は、ルート2の2乗は、2になるんですね。ということでルートは残らないので、2つのサイコロの数が、2乗の数になればいいんですね。条件は2乗の数になればいいと。さて、何回かやってみて実際に2乗の数になるものを、まあ実際にうまくいっかな。さっきはならなかったですね。今度はどうか。また5、6になった。おかしいな。3、6、これもサブ6、18で2乗の数になりません。6、4、20、4、これも2乗の数になる。4、3、3、4、10になりませんね。なかなかなんないな。4、6、24、これもなんない。3、3、4、12、3、2が6、 なんないですね。なかなか。1、1、4、あ、これどうですか。 1×4、 1×4 って4ですね。で、そうするとこれが1ですよ。まあ大きい方が、まあ大きい方が 4なので、これが4で、これが1ですね。4、1。そうするとルート4、ルート4というのは2です。で、2分の2というのは1ですから有理数になります。ということで、あ、ようやく5、6回振って条件に合う形になりました。それでは、まあ経験的には何回かやってればなんとなく分かると思うんですが、数学的にどう考えればいいかってことなんですが、こういうふうに5番の目で考えます。大きいサイコロの出る目の数を 1、2、3、4、5、6 と書くんですね。で、小さい、サイコロの出る目の数、あ、そっか、その前にごめんなさい、重要なスライドを入れるの忘れたな。あ、そう、いいんです。これ、2乗の数になる、2乗の数になるということで、大きいサイコロと小さいサイコロの数をやって、それをかけた値をこの真ん中に書きます。そうすると2乗の数になるやつで分かりやすいのは 1×1、2×2、 つまりサイコロでいうと同じ目が出ることをゾロ目っていうんですね。まあ若い世代の人はさすがに知ってるか、ゾロ目というんですけど、例えば
これゾロ目の一種です。3と3が出たらゾロ目の一種で、例えば5と5が出た時もゾロ目と言います。5と5で同じ目の数が出ることをゾロ目って言うんですけど、ゾロ目は必ず2乗の数になってますので、ゾロ目は条件満たしますね。ゾロ目は条件満たします。それとゾロ目だけかというと、実はここさっき出た 1×4 は、実は2の2乗になるので、これも2乗の数になるのでルートが消えてくれるんですね。でこっちもそうです。4、1ということで1、2、3、4、5、6、6×6 の場合の数があって、その中で1、2、3、4、5、6、ゾロ目、赤で書いたゾロ目6つと、それから1441ですので、36分の8で9分の2が答えです。はい、さてそれではまた似たような問題をもう一問やっていきましょう。2018年、千葉県の公立高校入試の確率問題は、まあ大体4回に3回がサイコロの問題で、4回に1回ぐらい別のタイプの問題が出ます。ということで、まあ、大小2つのサイコロ同時に投げるですね、これ投げるとき、出る目の数の和が素数になる確率を求めなさい。ただしサイコロを投げるとき、1から6までの、まあ、これはいつも同じように出るということですね。さて、出る目の数の今度和です。素数になる。じゃあこれも5番の目書いてみましょう。はい、1と1を足したら2ですね。で2と1が出たら3です。まあ実際やってみましょうか。試しに振ってみて、わお、これ4と2ですので足して6ですから、これは素数じゃありませんね。6と5ですから足して11ですから、これは11で素数です。ということで、まあ、時々条件満たすということですね。さてそうすると、これは2も素数です。素数は、自分自身と1以外に約数を持たない自然数でありますので、まあ、割り切れない数ということですね。で2も入れることを注意してください。3、5、7、11です。で例えば4は 2で 2という約数を持ちます。6は2と3という約数を持ちます。8は2と4という約数を持つ。で9は3という約数を持つ。で10は2と5という約数を持つと。で12は3と4という約数と、2と6も持ちますので、約数いっぱいありますので、約数がないのはこの2、3、5、7ですね。でそうするとこれ数えていくと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15です。で、まあ、36分の15ですので、こういうふうにきちんと全部書き上げて、やっても、まあ、求められます。で、中学生的には、まあ、時間があればこう全部書き上げても OK なんです。ただ、まあ、これ全部書き上げるのは大変ですよね。で、特にこの和の場合には、まあ、これ対照的にこう、2と2を足したものと3と1を足したものは同じ価値ですので、こう同じ数が、足した和が同じ数がこう斜めに並ぶという、まあ、規則性はあるけれど、そうは言っても全部書き上げるのは大変です。そこで今2つの問題見てきたんですが、2つの問題を解く5番の目の共通性について何か気づきませんか。上のこれが、2020年の問題を解く時のこう掛け算の数です。でこれは足し算の数ですね。で何かこの2つのグラフに何か共通性がないでしょうか。ある視点で見ると同じように並んでるということです。でちょっと考えてみて、 YouTube の方はここで止めて考えていただいていいんですけど、はい、ちょっと考えてみてください。それでは答えに行きます。実はこれなんですね。実は掛け算と足し算っていうのは順番が逆、例えば 2足す3も3足す2も答えは5で同じ、 2×3 も 3×2 も、答えは一緒ですので、例えば1と2をかけたのと2と1を、まあ、かけたのと同じ価値ですので、実は この1とこの1、このゾロ目の位置を軸として、
例えば1と5をかけたのと5と1を、かけたのはちょうどこのゾロ目の位置の線の線対称の位置に同じものが並ぶんですね。これ同じものこう並んでます。例えばここだったら15と15と並んでます。で例えばこれで12だったら12と並んでます。線対称の位置になっているということです。で2018年の問題でも実はまあゾロ目の位置があって、例えばここと9と9ちょうど線対称になってるんですね。はい、この軸で左右が対称になって、左右まあこの軸を、を元に左と右と切り分けて、まあ、線対称って言葉が難しければ左右対称という、この軸で左右対称になってると見てもいいです。さて実はこの線対称性に気づくと解くのが少し楽になります。例えばこれ全部書き上げるのもいいんですが、この線対称性に気づいてるとゾロ目の位置はきちんと計算しなきゃいけないけど片側だけ計算丁寧に計算していけばいいですね。でそうするとここが答え出てきます。でそうするとその線対称の位置もここも いちいち計算しなくても答えだということが分かりますので 1,2,3,4,5,6,7,8 と一発で出ますので、まあそういうやり方を知っておくと、まあ、やりやすいと思います。それではこの線対称が使えるのは、足し算と掛け算みたいに、まあ、順序が逆でも結果は同じになるパターンでありまして、例えば大きいサイコロの目から小さいサイコロの目の数を引くとかなってくると、例えば 3-2 と 2-3 は1と -1 で違ってきますから絶対この線対称性が使えるわけじゃないので、でも使えることが多いのでコツとして知っておくとよろしいかと思います。それではちょっと変な話ですけど、もし5つしかない目がない大小のサイコロを振った場合、倍の数はいや確率はどうなるかと。さて5つしか目がないサイコロって考えにくいんですが、ちょっと実際にはこの6が出たらやり直しというふうに約束します。そうすると 1から5までの目しかなくなりますね。6が出たらやり直しで、こっちのちっちゃいサイコロも6が出たらやり直しと、6は無効だというふうにしましょう。そういうふうにした上でこれ振ってみるんですね。振ってみます。あ、早速出てくれた。これ無効です。こっちは4で有効ですけど、無効の場合にはもう一回振るという約束しましょう。でそうすると絶対、6は出ませんので14という数字ですね。それからもう一回見ましょうか。4、4、1、これ OK ですね。で今度1、1とこれ無効ですからこれもう一回振ります。なんださっきから1、4ばっか出てますけど1、4になります。ちょっと他の数、あ、3、5、これは OK ですね。それから3とこれなしだからもう一回振ると3、2になりますというふうにして、6は無効で1から5までしかないサイコロ考えたときに、じゃあ同じ問題どうなるのかと、同じ問題というのはこれと同じ最初の出たこの発想ですね。答えがあれこれか、これ丸ってないけど これと同じ発想でやると。さてどうなるか、まあ、この発想と言ってもいいですね。そうしたらどうなるかというとこうなるんです。6がありませんので 5×5 の5番の目の中でゾロ目の部分とこれをやっぱり存在許されますので 1,2,3,4,5,6,7、 そうすると25マス分の中の7マスが答えになりますから、25分の7といって分母の全体の倍の数は25ということになるんですね。さてそれではこの今の5までしか目がないサイコロ2つ投げた時と比較して次の問題いかがでしょうか。これは2008年の問題です。袋の中に1から5までの数字が1つずつ書かれた5個の玉が入っている。この袋の中から玉を同時に2個取り出す時、取り出した2個の玉に書かれた数の積が袋の中に残った5個の玉に書かれた数の和より大きくなる確率を求めなさいと。
まあ、つまりここから例えば、まあ、これは今度はこれでやりましょうか。はい、きちんと用意してあります。トランプ見えるかな。トランプ5つ用意してます。あ、6つじゃん、5つ用意してますね。この中から取り出すと、まあ、こう適当にシャッフルして取り出すと、2枚取り出すと、これまあ玉じゃないですけど、まあ数が書いてありますから、ここの中から出だめに2枚取り出すと、はい、2と1で、そうすると2個取り出したとき、取り出した玉の数に、書かれた数の積、これが 1×2 ですから、1ですねが、残った3枚の玉に書かれた数、のはこれ3、4、5ですから、これはもう12になりますよね。そうするとこっち負けますから、これは今、この問題の条件を満たさない。じゃあもう1回ぐらいやってみましょうか。はい、1回目はあの条件満たしませんでした。じゃあ2回目2枚引くと、あれまたダメかな。あ、1と5、1と5、1×5 ですから5ですね。でこれ残りを足すと、3、4、5ですから9ですから、これもダメでした。2回やって2回ともダメでしたね。じゃあ3回目ぐらいはうまくいくかな。いや、また1が出た。1とかこれもダメ。3回連続条件満たしてませんけど、1回ぐらいちょっとさすがに条件、5、3と2、6、あーこれもダメか。1回ぐらいちょっと2と4、8、あーダメですね、9になっちゃうから負けた。1回ぐらい3と3と、ダメですね。まあちょっとじゃあ失敗ばっかりしてますので、例えばここを出たとしましょう。まあ1、まあこんなに極端じゃなくて3と5が出たとしましょう。そうそう、3と5を積をすると15です。で15に対してこの3つの和、この3つの和は7ですから15が勝ちましたということで、そういう条件を満たすことがあるはずです。それでは実際やってみると答えはこういう形になります。袋の中に1から5までの数が、で実際に1と2が出た場合、1と3が出た場合、1と4が出た場合、1と5が出た場合、2と3が出た場合、2と4が出た場合、2と5が出た場合と全部総当たりにやっていくんですね。そうすると答え、これが10でこれが8、これ OK ですね。これ12でこれが8か、 OK ですね。これ15でこれが7ですから OK ですね。これ20でこれが6ですから OK です。でそうすると 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 10通りの中の4通りが答えですので、答えは5分の2になります。さてここでちょっと不思議に感じてほしいんですが、さっきサイコロを5つしか目がないサイコロっていうのは、まあ、5枚のカードを2回引くという話と、6の目を無視して5つしか目をなくしたサイコロ2つというのはなんか一緒のはずですよね。一緒に見えますよね。一緒に見えると思うんだけど、この操作とこの操作ってなんか一緒のように数にしてあるわけですけど、こっちのサイコロの方は25分のという分母の7になります。でこっちの袋の数を出した方は10分の4という数になります。分母が10ですね。でこの違いは何なんだろうかというところを考えていきたいと思います。それでちょっと後半で詳しく述べるんですが、ちょっとだけ前半で結論を言っておくと、大小2つのサイコロを振った時の目の数は 6×6 通りになるんですね。ゾロ目が許されますので、とか6枚のカードを2回引いて1回目を落とさずに、今度はちょっと6枚のカードでやってますと、6枚のカードを引いて1回目を2が引いたと、そうするとこの2はもう二度と引けないんですね。1回目引けました。でそうすると、
残りは5枚しかないんです、2をもう1回出すということが許されないんです。でそうすると 6×5 になりまして30通りになります。ということで2回目のやり方はちょっとその場合の数が違うんですね。ということで戻ると、あの5までのサイコロを2つ同時に振った場合と5枚のカードから2枚引いた場合では分母の数が異なってくる、場合の数が異なってくる、まあこういう原理があるんですね。で中学生の皆さんは高校入試的には、まあ、カードを2枚引いた時にはその1枚目を戻さないので2枚目の、その可能性は、5×4、 もし6枚カードだったら 6×5 というふうになります。でこれは必ず入試問題的にはカードを引くとか玉を引くとかそういうサイコロ以外の素材で出てきますので多分気づけると思うんですね。素材が違うからサイコロじゃないから気づけると思うんですが、まあ、この詳しい原理については後半ちょっと高校の入門編ということで後半にやります。ということで前半は以上です。はい、ということで、まあ、前半のサイコロの問題の方がメインですのでサイコロの問題はこの5番の目書いて、でなおかつこの左右この軸を元の対称性に注目しながらその36マスのうちの何マスが条件を満たしているかということを計算していただければ、36分のいくつ値が出てきてそれを約分すれば答えが出るということですね。はい、それではまた後半。ご清聴ありがとうございました。